ディ今芸能人の方もたくさん実はね購入してるんですよね。正解なんです、僕らにとっては。ではここからは三岡自動車さんが現在発売されている車をご紹介していきます。今回ご紹介いただける車は何でしょうか。はい、バディになります。バディ、これ大人気のバディ、そうですね、納車2年待ちってことなんで、はい、え2年待ち、いやそうなんですよ。またなんかね芸能人の方もたくさん実はね購入してるってことですね。うそうですね、はい、名前言ってください個人情報なので言えませんけど、はい、あのやっぱりこだわりの方が乗ってらっしゃいますね、はい、いやかっこいいもん、安倍さんだよこれ。なんかそれこそなんか何だろう、60年代のなんか GM っぽいですよね。そうですね、やっぱその武骨な昔の SUV のあの男らしい感じ、そうだよね、あれをお前ボケして、ね、ね、かっこいいよね、レーサーとかね、レジェンダーよね、うん、これがコンセプトはどういう、三岡自動車っていうとやっぱり、オロチとかヒミコとかかなりこうパーソナルユースの意味合いが強いんですけど、私も40代になってやっぱり三岡の車であっても、家族で楽しく気持ちよく乗れる、車が欲しいなということで企画しました。これはベッシャーなんですか。ベッシャーのトヨタのラブ4になります。ラブ4なんだ。はい、全然わかんない、面影がないもん。いやいやいや、でもま最近のね流行りのアースカラーでいいんですか。そうですね、はい、はい、ツートンにしてます。あ、はい、いやかっこいいよこのベッシャー。これ前は当然ですね。はい、そうですね、はい、ここから全て、フロントセクションは全て変えてます、はい、ポイントはやっぱりこの四角い武骨な表情ですね。これはメッキですか。これメッキですね、はい、樹脂のメッキ、樹脂になります、はい、樹脂でやってるんですね。そうですね、うまいな。昔はね、これアイアンでやってたんですけどね。そうですね、もう樹脂の方が軽いし、はい、うん、そして今最近のこのハイですか、ホイールは。そうですね、やっぱり、うん、SUVなんですけど、うん、このデザインからしてやっぱりちょっとレトロな感じが欲しくて、はい、このホイールとタイヤのセットのオプションにしてます、はい、横はどうですか。横は、キャビンはそのままなんですけど、はい、この車両でいうとこのアルミの、バーがオプションでついてます、はい、うん、なるほど、はい、そしてこの上はここはどこから。リアはここのパーツから後ろが全てバディのオリジナル。ここはオリジナルですか。ここは、ラブ4のオリジナルです。これも、はい、これも、はい、リアゲートはラブ4のリアゲートの上にバディのリアゲートが、まあ、ランドセル用のような形で乗っかってます、はい、なんかこれをやることによって全然違いますね。そうですね、昔のアメ車の SUV ってこうドーンと大きくフォードって書いてあった、はい、うんうん、そのかっこよさがあったので。これは何色。これは黒いステンレス、ヘアラインのステンレス、うん、はあ、でこれは最近のもう三岡の、まあ、エンブレムですね、はい、このエンブレムってどういう意味なんですか、うん、はい、形をよくご覧いただくともしかしたらイメージするかもしれないですけど、車っていう漢字の象形文字らしくて、そのどうやらこう牛舎が、うん、車、畑を田んぼを耕す車をこう牛が引っ張ってるようなその形が車という漢字になったらしいんですね。でその車の原点であるものを、まあ、エンブレムにしたという。これバディは、これバディは、うん、私の考えました。何ですか。バディは相棒っていうそのままの意味なんですけど、やっぱり車は自分の心の通った相棒であってほしいなという思いがあったので、バディという名前にしました。はい、なんか今までの三岡車だったらそれこそバディを相棒っていう名前で出しそうな気がするんですけど、なぜここはバディなんですか、うん、そうですね、相棒っていうとちょっとこのデザインだと少し違和感が出るので、そこはちょっとスタイリッシュな感じでバディという。もう中は持った感じで、はい、中はベースの車両のままになってます、うん、なので使い勝手とか運転のしやすさというのはお墨付きというか。そうですね、中は全く関係ないですね、これは。
この車に関しては、はい、オプションで、うん、シートとドアトリムのアッパーの部分が変わってます。これシート張り替えてます？シートは張り替えてます。おしゃれ。あ、そう、はい、例えばトヨタにしろ日産の例えばデザイナーの人と、はい、交流はあるんですか？僕個人的にはなくて、うん、あまりそのクロートの方に認めてほしいって気持ちは全くなくて、うん、買ってくれるお客さんが正解なんです、うん、僕らにとっては。なるほど。その方たちが本当に楽しんで乗ってくれる、まあそれが正解なので、うん、あんまりクロートの人はどうでもいいって思うんですよね。そりゃそうだよね。青木さんは侍だね。人生ありますから。本当もうね、20年ぶりにねお会いしたんで、ね、嬉しかったです。20年ぶりお会いしてんだけども、侍魂は変わってませんね。いいですね。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。